実験大好き MNF です。今回の話題は最近中華製の商品マーケティング力バランス力すごく優れております。現役エンジニアがバランス力どこがすごいのかご紹介させていただきます。中華製の商品ね使っていただかないとわからないとこ多々あるのはね承知の上なんですけどね、ぜひともその凄さご紹介できればと思います。日本にない発想力、アマチュア無線業界でもね中華製の機器いろいろと出てきてると思います。まあ最近でしたらねこちらの方あかんやつですね。私内部開けて研究させていただきました。確かにお値段安いです。性能もねものすごく割り切った割にはいいんですけどね、当然中身もすごい状態でした。先日ねご紹介いたしました切り替えのねスイッチがない、抵抗電圧直流交流導通確認全自動で識別してくれると、もうこういうテスター企画力がすごいなと思いました。この動画の中ではね人気ないんですけどね、この懐中電灯もともとはねアウトドア用ってね宣伝されてたんですけど、実際に使えますとねめちゃめちゃライトがねフラットなんですよ。スマホを使ったね夜間の撮影照明器具としてねかなり使えるっていうんですか、とにかく一つ言えることはね価格と性能のねバランスがね絶妙やと、もうほんとねこれには毎回驚いております。2から3万円タブレット鬼門、私の経験で申し訳ないんですけどね、やっぱり2万から3万円ぐらいの Wi-Fi とね 4G 対応ですよね。まあ Wi-Fi まででしたらねそこそこの値段あると思うんですよ。それに 4G がつきますとね当然コストが上乗せされます。そうなってきますとねだいたい 2,3 万円のタブレットっていうのはね危険領域に突入することが多いです。昔でしたらねこの辺のタブレット意気揚々と購入してね使ってみてください。カクカクでね止まったりね突然フリーズしたり、えらい商品がね昔の昔は多かったです。あの当時はね中華製でも4万円以上、4万円出せばねかなりいいもん買えるんですけどね、2万3万になるとねめちゃめちゃやばい商品多かったです。まあ、今回ねご紹介させていただきますタブレットクーポンをね併用していただく必要はあると思うんですけどね、実売価格がほぼ2万円前後、これねめちゃめちゃすごいバランスにね私自身驚きました。今回はね提供品となりますけどね OT11 って言われますね、このタブレット詳しくご紹介できればと思います。メーカーさんのねホームページもね概要欄の方にねリンク先貼り付けておきます。こちらの方のねメーカーさんなんですけどね、コストを抑えてただしね実用性を高める工夫数々されております。その辺をねご紹介できればと思います。 OT11 今回ねご紹介します OT11 タブレット Wi-Fi だけでなくて 4G にも対応していることを考えればねかなりコストはねギリギリの設計になっていると思います。 iPhone 使っております。基本家でねタブレット使っているのは動画を見たりホームページ見たりほとんどの方がねこれが中心になると思います。この辺の使い勝手性能についてねご紹介できればと思います。でまず問題になりますのが OS ですけどね、 OS は14ですから Android ではね一番新しいものになります。で液晶につきましてもね11インチの IPS ここ結構重要なんですよ。斜めから見てもね非常に発色がいい、ほとんど色が変わらない IPS 液晶がね使われております。ドムにつきましてはね、まあ、128GB、普通オフラインでね動画で保存しましてもね 128GB あればねまずね困ることはないと思います。で RAM についてはね 4GB、 ただし拡張機能を使いますとね 12GB まで増えるんですけどね、その状態ですとね 4GB しかない。液晶ディスプレイの解像度につきましては 1280×800、 メモリーの 4GB と解像度がちょっと低い、ほんまにこれ使えるのか気になってる方多いと思います。動画の視聴とかホームページでしたらねめちゃめちゃ楽勝でした。私自身やらないんですけどね、ゲームについてはねもう2ランクぐらいねいいやつ買った方がいいと思います。であと驚いたのが内蔵されておりますね前後のカメラで有線イヤホンの口が合うんですけどね、ここはねかなり使える、めちゃめちゃびっくりいたしました。キビキビ動くのか、この辺はねやっぱり動画見ていただいた方が分かりやすいと思います。タブレットの使い勝手見ていただければと思います。こんな動作ね当たり前だと思うんですけどね、意外とこういう動作でもたつき始めるねタブレットって多いと思うんですよ。であとこうやって画面をねめくっていく作業、超高速ではないですけどね大体指でもねくっついてきている感じあると思います。
こちらの方がね、付属のペンになります。片一方はボールペン、もう片一方はね、タブレットを操作するためのね、吸着板みたいなもんがついております。これ意外と中国製のね、スマホに多いパターンですけどね、慣れますとこれ結構使えるんですよ。お絵かきにはね、あんまり合わないんですけどね、ネットを見たりするにはね、このペン意外と使えるんでね。あとベンチマークもね、およそ27万、これ各項目表示させてるんですけどね、まあめちゃめちゃいいことはないんですけどね、まあこれぐらいの数値でもこんだけちゃんと動くにはね、私自身驚いております。まあこの辺がやっぱりね、液晶の解像度との関係結構あるんじゃないかなと思います。あと細かい項目はね、いっぱい表示されております。まあ正直言うてね、価格相応だと思います。まあ欲張ることはできないとは思うんですけどね、まあそれでも意外とね、カメラについてもね、それなりのものがついてると。多分今までの2万円前後のね、タブレットの概念を超えた使い方っていうんですか、かなり使い込んでいただいてる方でもね、しっくりとね、使っていただけるタブレットじゃないかなと思います。こうやってね、各種の項目あって、センサー類もね、これ実際見ていただいてわかると思うんですけどね、まあギリギリ Google マップ見るにね、適してるような感じですね。ワイドビン L1 対応は、こちらの方ですけどね、有料の動画サイトで高解像度で見ることができるできないの判断になってて、皆さん気になってると思うんですよ。で一応ね、各種のねサイトどうなってるのかっていうのをね、まずカタログベースで調査させていただきました。まあこちらの方はね、基本ディズニーとフーと HBO、 Amazon プライムビデオで、私申し訳ないです、今ね Amazon プライムビデオしか入ってないんですけどね、こちらの方はね、間違いなく高解像度でね見ることができました。でただしなんですけどね、Netflix はね L1 の中に入ってなかったんですけどね、私の環境ですとね、 Netflix 使えますとね、 L3 と判定を受けました。 SD までしか見ることがねできないような状況でした。実際11インチですからね、まあそこまでの解像度なくても問題ないという、もうディスプレイ自身もねちょっと解像度低いですからね、私自身がね使った感じですとね、別に L3 で見てもね、ほとんどこのタブレット問題ないと思います。動画カメラ性能、まあこういうタブレットね、ほとんどねこういうとこにカメラあるんですけどね、だいたい2万円とか3万円のねタブレットでまともなカメラなんかついてた試しないんですよ。であんまり期待してなかったんですけどね、まずカタログ見ました。まず一つ目のねメインカメラなんですけどね、15メガピクセル、サムソン製と名乗ってるんですよ。でもう一つのね、この正面用のカメラっていうんですかね、こちらの方がね5メガピクセル、ソニー製、フロントは5メガ、バックは13メガ、ソニーとね、サムスン使ってると。普通この辺書いてないメーカーさん多いんですよ、こういうやつも。書いてないから性能悪いっていうのは分かるんですけどね、書いてるって言ったらね、結構使えるんじゃないかなと思ってね、少し撮影してみました。アウト側のカメラで今撮影しております。マイクの方もね、内蔵のマイク使っております。どんな感じでしょうか。ちょっと音はこもってるんですけどね、映像をよく見てください。これ室内で撮影してるんですけどね、意外といい感じで。次はねフロント側ですね、さすがにこちらの方はね、やっぱり解像度ちょっと足らないかなっていう感じありますけどね。で今度は屋外撮影しております。もろ直射日光がね当たってるとこですからね、非常にカメラにとってはきついと思います。さすがに手ぶれ防止の機能はないんですけどね、こう撮影しましてもね、どうですか、ピントの合い具合とか。まあ音の方はちょっとねもう一歩なんですけどね、実際にこの緑のね色合いとかね、このアップ、あとは自動フォーカスですよね、ほとんどブレてないんでね、これフォーカス性能はね結構バカにならないっていうんですか、これマジでこうやって撮影していって何の加工もしないんですけどね、2万円のタブレットの中では私超トップクラスじゃないかなと思います。もうかれっこでね、タブレットでこういう動画撮影してね、毎回ひどい目に遭うと思うんですけどね。まあ、今回だけは申し訳ないです。なんでこんなにね、長めに撮影したかと言いますとね、画質が意外にいいんでね、驚いてると。ちょっとこれ自身ね、私めちゃくちゃ驚いております。今度はね、フロント側です。ま、さすがに室内でもね、もう一歩の感あるんですけどね。当然屋外に出ていきましたらね、直射日光とかありまして、どうしてもコントラスト的にもきつくなるんですけどね、まあそれでもまだ意外と撮れてる部類じゃないでしょうか。液晶ディスプレイ、液晶ディスプレイなんですけどね、まあこれ実際動画の中でもね何回もお見せしております。実際ねこうやってね、ちょっと光の反射もあるんでね見づらいとは思うんですけどね、液
結構ね、斜めから見てもね、見えるんですよ。ほとんど発色変わないんでね、これ間違いなく液晶の方はね、アイピースを使ってると思います。解像度がちょっと抑えられてるんですけどね、液晶はね、一級品使ってると思います。このアイピース液晶ってね、使ってみたらわかるんですよ。どっから見てもね、綺麗んでね、タブレットです。時々斜めから見たりすることもあるんですけどね、全く発色に影響を加えないんでね、やっぱりいい液晶を使ってるっていうのはね、使っててもね、気持ちが良くなると思います。4G 対応は実際こちらの方ね、見ていただいたら分かると思います。デュアルシムで2枚シムさせるんですよ。で、場合によりましたらね、配達処理で SD カードもさせます。まあ一応私もね、ドコモ、ソフトバンク、Y モバイルで、あとは au さんのね、シムもあるんで一通りさせてみたんですけどね、基本そのままね、自動認識してくれました。ただスペック見ますとね、若干プラチナバンドはね、弱めの傾向です。この辺はね、ご注意いただいた方がいいと思います。ただ一般的なね、都会で使う分にはね、ほぼね、メインバンドしか使ってないと思いますからね、使い勝手はね、ほとんど問題にならないとね、私自身思っております。まとめの方させていただきます。今まで私もね、タブレット購入する時って結構ね、カタログ重視の人間だったんですよ。ダムとかロムが多くて液晶の解像度が高いと、いろんなもんがね、満載されてたら、それは買う側もね、安心感高いと思います。そういうものをね、安い値段で買いますとね、スペックは満たしてるんですけどね、なんか動作がもっさりしてると、なんかね、故障ではないんですよ、故障しないんですけどね、なんか引っかかったりね、なんかおかしいと、やっぱりそう感じる方はね、多いと思います。過的なんですけどね、やっぱりね、あっちこっちに金使いますとね、やっぱり部品のね、レベルっていうんですか、多分メモリーのウェイトタイプとかも変わってきてるんじゃないかなと思うんですけどね、基本的なね、その動作に関わる部分のね、基本性能がね、落ちてくると。この辺細かなところはなかなかね、スペック表には現れないんでね、こういうところがね、なんか不満のね、原因になっていると私は思います。ディスプレイの解像度をまあ犠牲にしたっていうんですか、ワンランク落としたと。やっぱこれがね、私一番影響が大きいと思います。この辺でね、やっぱりフル HD ですよ。ここまでね、上げちゃいますとね、CPU のパワーもいるっていうんですか、で、あとは、RAM も、ROM もね、たくさん消費していきますからね。やっぱりね、そんなところを上げていくとね、だんだん周りのスペックが落ちてきますからね。普通の人がね、フル HD 使ってもね、10インチクラスだと気づかないというのも分かってるんでね。まあ、その辺はね、いいところついたね、商品だと思っております。こういうものってね、やっぱり全体のバランスっていうんですか、やっぱバランスあっての商品やと思うんでね、このね、スペックのね、揃え方っていうんですか、解像度を少し犠牲にすることによってね、他のスペックが結果的にね、マッチングして使い勝手が向上しているいい事例っていうのをね、体験することができました。こうやってね、全体のスペック揃えていきますとね、高品質なね、液晶が購入できたり、それなりの動作速度がね、担保できると。で、あとメモリー自身もね、使用量を減らせますからね、結果的にはね、いいことづくめになっていると思います。あとはね、ちょっとお聞かせすることができないんですけどね、めっちゃ有線イヤホンのね、口は良かったですね。めちゃめちゃノイズ少ないです。スピーカーはね、さすがにもう一声。ただ私自身ね、家族の迷惑になるんでね、ほとんどイヤホンで聞いてますからね。意外とこの有線イヤホン、ノイズが少ない。これはね、めちゃめちゃお得感ありました。本来でしたらね、もう1万円以上の付加価値になります。4G もついてると。ということは屋外でもね、自由に使えると。行楽地、観光でね、移動中にね、便利いいと思います。カメラの性能もびっくりだったんでね、もうここまで来ますとね、もう日本製追いつくことはね、できないなと思いました。で、あともう一点ね、Amazon の評価欄見ていただいたら似たようなね、レビューあります。書かれていることがそのままね、私自身体験できました。最後ね、信用してくださいって言ってもね、なかなか信用してないところもあると思うんですけどね、今回のこの商品のレビューについてはね、かなりの部分信用できると思います。ぜひともね、Amazon さんのレビュー、ご購入時に参考にしていただければと思います。私、X の方も始めております。ぜひともね、ご登録の方よろしくお願いいたします。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。